こんにちは、速稼塾の久保です。東京都にお住まいの方、小池都知事に、再選されていかがお過ごしでしょうか。小池都知事ね、いろんなことを都民の方に要求はして我慢を強いるわけですけども、じゃあ東京都としてはね、小池知事どんなことをしてくださるのかなってことがね、私はね非常にここから広島から見ていて疑問が多いんですよね。東京都として身を切る財政出動をしますので、ですから東京都民の皆様このようにしてくださいっていうふうなことならわかるんですけども、ご自身はねぬくぬくとした環境で安全で平和ね快適なところにお住まいながら、指示だけを都民に要求すると、これでいいのかなと思っちゃいますけども、東京都民の方がね小池都知事を圧倒的な得票数で選びましたんで、私のねどうこういうところではないと思います。今回はねそんな小池都知事をもうちょっとね明るく楽しく見てみようかなと思います。例えばこの T シャツです。はい、 T シャツ出ましたね。これいやーなかなかユニークですね。小池都知事こういうキャラクターグッズとか好きですね。で前回もこんなの出してませんでした、こういう帽子。はい、これねなかなか味のある帽子だとは思うんですけど、皆さんどうですかね。これでね熱中症対策ができるそうなんで、ぜひ今年はねこの傘を差して、そして小池マスク、キシリアザビみたいなやつをしてですね、それで例の T シャツをしていただきたいかなと思いますけども、やっぱりねその行政の長たるもの、何かを市民にお願いする、都民にお願いするようでしたら、やっぱり自分自身でも努力の一端とか工夫の一端をね見せてしかるべきなのかなと私は思っちゃうんですけどもね。皆さんどうですかね。だからね給料を返納しろとかそういうことではないんですけども、東京都としてもこれだけの傷を負って皆さんを守ってますよっていうところがいるんではないかなと思うんですよ。はっきり言うと東京都が国に掛け合ってですね、予算をもうちょっとねガボッと2兆とか3兆とか持ってきて、で自粛要請をする業者さんにきちんと保証するみたいなことがあってもいいのかなと思いますし、一般労働者の方のね苦しい現状に寄り添うために東京都独自の給付金を毎月5万とか10万とか出してもいいんじゃないかなと思いますけどね。皆さんはいかがお感じでしょうか。それでは行ってらっしゃい。